はい、こんにちは、無声でございます。福島県双葉町の畑に来ております。本日の双葉町、曇りですね。ちょっと今日は雲が厚い感じで、空気もひんやりしてます。で、こちらうちの畑、うちのっていうか借りてる畑のすぐ近くなんですけど、田んぼをですね、まあまだ水が来ないということで、今ブロッコリーを栽培してる状況なんですけれども、やっぱり田んぼということでかなり水はけが悪いと。でつい先日1週間ぐらいかな、結構水が雨が降ってですね、水が溜まる状態だったんですね。で見てると、分かりますかね、この手前の方がやっぱり水没してたんですよね。で向こう側、こっち側は、まあちょっと高くなってたのか水はけがいいのか分かんないんですけど、あんまり水たまりがなかったんですけど、でそうしたらですね、やはり手前の方、ちょっと今これ多分耕して水を切ろうとしたんだと思うんですけれども、やっぱりブロッコリーの苗枯れてしまったみたいですね。こっち側はもう土が出てる状態、こうブロッコリーがない状態になっていて、奥の方はこう青々としてまだブロッコリーの株が残ってるというような状態ですね。でこちらの方も見てると分かるんですけど、この溝の部分ですね、やはりジメジメしてる感じがするなというところですね。まあ畑にするか田んぼにするかっていうのが結構この辺り問題にはなってるみたいなんですけれども、畑にするにせよやっぱりこうかなり水はけをですね改善しないと厳しいんだろうなというのがよくわかります。だからまあこれから双葉町復興再生に向けて、まあ畑田んぼを整備していかなければならないんですけれども、その中でこのようにまあ変えていこうとする場合はですね、やはりその分いろいろなことを考えなきゃいけないし、いろいろと策を講じないとダメなのかなというのがすごく思います。まあでも皆さんですね、明るくやっていこうと、やるぞという感じがするので、まあどうにかなるかなとは思います。まあ私もそのどうにかなる、どうにかする一員になれればいいのかなという気はしてます。はい、いやちょっと寒いですね、さすがに。今日またこれからお仕事行ってきたいと思います。以上、無声でした。ありがとうございます。